私、清水愛ちゃん16歳。父は私にいくつかルールを作った。友達？作り方さえもよくわかんない。聖子よ、自分がやりたいことやんなきゃ人生つまんないでしょ。次どこ行くの？最初。自分がこれだと思ったら人からどう思われたってやるべきなのよ。私、今の方が人生リア充してるって感じがするの。この世界にはたくさん知らないことが私たちを待ってる。聖子さんは私のお母さんなの？なんかずっと寂しかったんだなって気づいちゃったんだよね。一人ぼっち。お金だけ渡して。支えてくれる人がいるだけで変わるものよ。愛ちゃん物語っていう映画、可愛い愛にあふれた映画でしょ？